爪襟制服を着るつぐのみや秋と新郎爪襟とは、洋服の形態のうち、首元まで、ボタン、ホックあるいはその他の方法で締めて着用するタイプの襟を言う。反対語は、解禁。襟の仕立て方によって立襟と折り襟に対別される。本来は、上着のみならず、シャツなどについても用いられる用語であるが、現代日本における慣用的用法としての爪襟は、 もっぱら、立襟の上着の代名詞として用いられる。上半身全体を覆う形式の被服は、身体防護及び保温の観点から、極めて合理的である。爪襟は前面にボタンを配することで着脱を容易に、した非常に自然な設計であり、最も原始的な医療の位置形式であると、考えられる。爪襟の上着は、近世以来の欧州で、軍人や官僚などの制服として、 広く用いられた。日本でも明治初期に欧州から爪襟の洋服が導入され、軍人、管理、警察官、鉄道員、教員、学生、生徒などの制服として広く採用された。しかし、日本の敗線を主な契機として社会人においては海上自衛隊の制服など一部を除き解禁の背広型へと変更された。 民間制服としての爪衣り上着で最も遅くまで残っていたのは関西地区の鉄道院であろうが、これも1980年代初め頃までには背広型に変更された。なお、爪衣りの一種である立折痢は現在もジャケットやシャツ類の大半に採用されているが、これらは一般に折痢として認識されており、爪衣りと呼ばれることはほとんどない。 今日まで日本で爪襟が残っているのは男子学生服としての利用である。始まりは明治期の海軍士官型の制服をモデルとしたものである。1879年、学習院の当時の院次長だった渡辺孝喜が導入。渡辺は1886年に帝国大学の初代総長に就任。そこでは金ボタンを用いた貸卒型を採用した。 韓国でも1980年代初頭までは日本と同様の爪襟学制服が着用されていた。女子中学、高校生の制服としては香港の伝統ある名門校を中心にチーパーをかたどった爪襟の制服がある。旧南ベトナムを中心に女子中学、高校で着用された青材型制服も爪襟制服の一例であろう。ありがとうございます。